たりでマージンを取らなくてなりませんね。そういうことですね、さあ大きくロープに飛ばす、そして何が待ってか、あっとタイミングを外されました。やっぱりクセモンだ。マーチもうまいですね。はい、クセモンですよ。胸板にキックを一発打ちました。ここでディック・マードック登場でございます。ディック・マードックに預けましたロッキー・ハタ。さあ今度はニークラッシャーの攻撃だが、ニークラッシャー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 、ひざ砕き、ひざ砕きです。そしてリングの中央、次のフォローが欲しいロッキー・ハタ、ちょっともたついています。足の付け根にキック、そしてレッグブリーカーです。ももを狙い撃ち、これはいい攻撃ですね。ああ今日の旗はなかなか大したものですよね。怒りを顔面に表します。そしてトーホールドの体勢に持っていきました。リバーストーホールド、自らの体を倒します。力を加えます。足を狙ってきましたロッキー旗、いい攻撃です。さあ頂上が変わりました。もう一回、いやー今日の旗は見事、これは効いてますね。あ効いてます。さすがのディック・マードックの足もかなり変色してまいりました。レッグブリーカー徹底的に足攻撃。さあ石川がどういう技でいくか、レッグブロック、レッグブロック、再三打ちます。内もものあたりレッグブロック攻撃を仕掛けます。さあ石川隆の方も一回入りました。黒いタイツが踊ります。もう一回思い切ってジャンプ一番、レッグブリーカー自ら体を飛び込ませました。石川としてはさっき足をね攻められたお返しですよね。そうですね。交互の2人がかりの攻撃、さすがのディック・マードックも左足を集中的に攻められておりますので、この辺り劣勢であります。先ほどのお返しですよ。これはなんとか大相撲コンビのペースになったようですね。そうなんですね。旗の出来が素晴らしかったですね、足を折ります。石川隆です。さあディック・マードックが今度は、おっとまだまだ死んでませんね、本当に強いマードック、回復力が早いんですね。そうなんです。あれだけ殺されていた左の足、両方の足を使いました。ロッキー・ハタがトップロープに乗っていますが、ちょっとこの辺り呼吸が合いません。石川とロッキー・ハタの呼吸が合いません。黄金のコンビを作るためにはまだまだですね。まだですね、またしてもロッキー・ハタがここで登場してまいりました。相手はディック・マードックであります。おっといその間にか攻撃に返じました。ディック・マードック自分のペースを取りにかかります。おっと2パット、おっと片方の手1本で表を向かせました。これは強烈だね、強烈ですね。あーっと再三打ちます。あれ一瞬呼吸が止まるんでしょうね。止まるでしょうね。5本5本と咳をしています。ロッキーハタです。勝負の方は20分が経過してまいりました。45分の1本勝負でございます。ディック・マードックからマドロック・マーチンにつながりました。おっとオクラホマスタンピーとなだれ固めのような体勢、これは今エプロンのディック・マードックの得意技です。技を盗みましたマドロック・マーチン。そして今度はブレンバスターか、まだです、打ちません。今度はお腹に手を回してサイドスープレックス、あの大きいロッキー旗を持ち上げまして切って取りました。石川がここでフォローに出ました。石川もなかなかいいフォローしてるじゃない。ちょっと危ないですね日本チームは、ロッキー旗の膝頭がちょっと痛んでいます。ここでディック・マードック再び登場、一瞬のうちに打ちます反則技、ナックル攻撃であります。倒れました。うまいですね。全く上皮打ちレフリーの資格ですからね。そうなんです。いいところまで攻め込んでいくんですが、どうしても2人のコンビネーションが合いません。さあ大きく自分の右の肩の上に乗せました。バーッとこれです。これはもうドライブが効いてるかな。ピーター今のはねすごいですね。もう完全にドライブが効いてる。全重量を預けます。114キロのディック・マードックです。あのなだれ固めアバラッシュホールドのような技、今度はパイルドライバー、大技2連発、大技2連発。さあ石川がおっと間に合いました。ロッキー肌苦しいところです。さあ今度は休んでおりました石川がここで登場。なんとしても NWA チャンピオン候補のディック・マードックに一矢を報いた石川。さあ大きく対角線上に放り投げました。チャンスだ、ドロップキック、これはいいぞ、これはいいぞ、ハイアングルで当たりました。場外に落ちました。おっとこれも
マトドックマーチンにも2連発。石川隆です。この技を習うためにメキシコへ飛んでいきたいというふうにかねてから言っておりました石川隆の飛び道具、見事に決まりました。石川です。なかなかやりますね。やりますね。しかしディック・マードック再びリングの中に入ってまいりました。エルボーの開始、弾みがついております。強烈なエルボー、簡単なエルボーです。そして右の手、そして左の手を首の後ろに回してブレンバスター、対空時間の長いブレンバスター、これは垂直に落ちましたな。このまま脳天食い打ちの体勢 で、ね、あっという間に沈められました。今垂直に落ちましたね。あれではとてもたまらないですね。ドロップキック2連発を打ったそのダメージもかなり残ってますからね。一発で仕留められました。見事なフィニッシュです。ディック・マードック、いやよくやりましたね。みんなね、はい、よくやったですよ。とどめはブレンバスターでした。さすがに強いディック・マードック、大健闘です。よくやったです。ディック・マードック、マッドドッグ・マーチン組がロッキー・ハタ・石川隆組を破った一戦でございます。まあかなり中盤から後半にかけましては相撲コンビも押し気味に試合を進めたんですけれども、いやよくやりましたよ、もうとにかく大変な前線ですね。はい、あと一つというところで結局は試合巧者ディック・マードックのブレンバスター大技一発によりまして仕留められてしまいました。前線健闘の大相撲出身、花子部屋出身の相撲コンビ、夢のコンビ実現でありますけれども、勝利を得ることができませんでした。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は長崎国際体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。